パーパパ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 ラパー、邪魔くん、ガチャー、禁断の技見つけたー、てれって、てれって、邪魔くん、禁断、てらららん、だんだん。ということで、昨日ね、あげようと思ったんだけどね、YouTube がダウンしてて、この情報をあげられなかったんですよ。でも昨日の時点ではね、完璧じゃなかった。たまたま一回そうなっただけかもしんないと思った。でも出した。いやでもそれはいかんと。YouTube がダウンしたと。俺がもう死ぬと。ちゃまくんがそんな情報を出すんだったら、俺が死ぬ！そんなちゃまくん無責任にさせらんないよ！ YouTube 自体が死んでくれた。じゃあ俺もそうだなーって。勉強したよ。YouTube ありがとうって。もう一回今日やってみようと。もう二回やってみようと。できました。できました。これもう 50% なわけよ。この時点で。じゃあ、当たんなかったら2回引かなきゃいいじゃん。 100% なわけなのよ。見つけちゃったよ、邪魔くん。とりあえず、明日アップデートあるでしょ？で、アップデート後、情報出そうかな。いや！金取るで、邪魔くん。この情報。お金取ります。いっぱいの人に教えちゃったらすぐ修正かかっちゃうし。 Twitter に DM ください。バー汚ねえやつ。バはい、ということで、ファンペルちゃん使っちゃおうかな。早速、イグアインはどうなの？イグアインはどうなの？ちょっと使えないかもね。まだちょっとね、わかんないよ。まあ、ガチャはね、これで、狙って引けるようにはなったけれども、まあ、だからなんだと、ガチャ引くゲームじゃないよと、勝つゲームだよっていうのをもうみんなが教えてくれた。ありがとんかつ。ちょっと寝起きだからかね、テンションもおかしいし、顔色も悪いよね。来ないね。来ない。うん。はい、来たー！ディビジョン6。さあ、うちのペルシちゃんがどう輝くのか。ご期待いただきましょう。ペドロ。ルキージョ、今調子普通なんだね、ペルシちゃんは。よいしょ、もうパッと、ちょっと似てるね。変えるか。いいね。活躍すんな。ついに待望のペルシちゃん来たわけよ。ちゃまくんずっと言ってました。センターバックはもういいんだと。後ろと真ん中結構充実してると。でも最終的にはね、ペルシ、ロッペン、メッシ、クリロナ、このあたり来ないと。一人で試合ひっくり返せるような人が来ないとね、やっぱりこう勝ちはね増えていかないんじゃないかなんてちゃまくん言ってましたけども、
グイよ。お願いします。はい、皆さんこんばんは。本日の試合はマンチェスターユナイテッドアヤックス、オールドトラフォードよりお届けしてまいります。ベルシュ、はい、ベルシュが初パスからの試合始まっていきましたけども、よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。そっちって思わず行っちゃうときあるよね。マンチェスターユナイテッド対アヤックス、試合はどのような展開を見せるのか。オッケー、カットしてボールはこぼれる。あれ、マルちゃんマルちゃん、あ、スアレスいるよ。ルイス・スアレス、気をつけて、置きに行く。いい、難なくディフェンス。おっと、ペルシちゃんか、そこペルシちゃんのポジション下げたくないよ。お、警戒してるね。ポグバ、やっぱペルシちゃん警戒してる。ファンペルシー、ゴール、ペルシちゃんが決めていく。あそこで持たせたら終わりと。はい、何点取んのペルシちゃんは本当に。やこれは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、ボールの軌道がね、そうじゃ、ペルシちゃん警戒するから、どこが開くよみたいなことを考えていけばいいのかな。フッキちゃんか、アヤックス、早い時間での失点、早いうちに挽回したいところです。思わぬボール、マイボールでしたけど、ね、シャマ君反応できず、まずは守りの修正をしなければいけませんね。はい、はい、はい、おっと、これ来ましたね、スアレス、うん、まだありますよ。前半の3分の1が経過しました、はい、マンチェスターユナイテッドが勝ち上がりにゴールを決めて、1対0とリードできています。ペルシちゃん、あ、ペルシちゃん、そっか、ポジション流動的だから、クローゼ、なるほどね。ちょっと左、右に入っちゃいましたけど、そうじゃないだろうと。ペルシちゃん、お前は左だろうと、そういう風にジャマ君はこうもう叱責していきたいですね。ファンペルシー、今日は得点を上げています。さすがにね、さすがにゲージがちょっと少ないんじゃないかと。ゲージがあったら入ったんじゃないかっていう噂ありますけど、どうなんでしょうね。長いボール縦へ、ルイス・スアレス、ちょっとダメだよ、スアレスちゃんは根幹持ちだよ。よいしょよいしょ、ペドロ、サイドのスペースを、はい、ペドロちゃん、ナイボール出ましたね。さあ、ファンペルシー、あかんがな、狙いすぎやな、ファンペルシー、おお、これ止める、もうちょっと強かった入ったかな。ルイス・スアレス、ペルシーちゃん、いいとこ打つね。ちょっとハワードちゃんだったっていうのもあるね。もしくはこれ一瞬待って、キーパーポジショニング変わったところでズドン、やばい、スアレス、うわ、枠のど真ん中、蹴り込みます。こういったシュートはキーパーもファンブルしやすいですからね、点になる可能性が高いですよね。さあ、ルイス・スアレスへ、縦にボールをつないでいきます。 OKOKOK、 上がっていく、さあ自分で行く、どう攻めて、もう前半33分というところです。ゴールペルシー、あそこで持たせたらダメ、簡単だな。アーティスティックなゴール決まりましたね。そうですね、ゴールのイメージあったでしょうね。ギザギザ発動する、はい、いつも通りに打ち込んだのが素晴らしいですよ ね、 そうですね、たまにあるんですよね、好きな条件が揃う場面っていうのがね、うん、なるほど、マルキージョ持ってゴールを、あ、今日2点目のゴールです。さあ、マンチェスターユナイテッド、着実に得点を重ねていきます。ね、2対0。そっち向かせんな、そっち向かせんな。さらに楽になりますよね。そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。ここで受ける。OK。
もう40分です。このボールをカットします。抜けてくる。さあ打てるか。あ、入った。クローズ。うわ、しょうがないな。ゴール。ちょっと取りに行ってリスクがでかかった。あれは行っちゃダメなやつ。ここでカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、七海さんいかがでしたか。カウンターといったらこのチームっていう情報は誰もが持ってたと思うんですけどね。おっと、グイーンやってたよ今。さあ、あと1点です、いやこの1点でこうよりリスクを負って攻めていくんじゃないでしょうかね。楽しみですね。うわ、ぶんな。ハースハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。2-1勝ってはいるけど、ペルシちゃんの2点で。スタミナどんなの、ペルシちゃん。ここま、あ、まだ半分残ってる ね、いいね。いや興奮しましたね。まだやれると言っております、サンペルシちゃん。試合のポイントになりそうですね。喉が渇いております、山君です。しっかり守りながら攻めていく形にはなると思いますけどね。後半どのような試合が展開するのか、非常に注目されるところです。マンチェスターユナイテッドが2対1とリードして後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。はい、OK。 ペドロ、あ、さあこの攻防、そう、ここはカットします。復帰、いいぞペドロ。スッポンディフェンス、スッポンディフェンス、オッケー。相手をアウベスへ。どうする。やばいやばい、あ、やばい。ここも抜けます。ゴール。ゴールとともに雑音。アヤックス狙いつきます。ここで同点。狙われちゃったね、あの一瞬の隙を。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。ギリギリのところを狙ってましたけど、打った本人ペルシに気が入ってしょうがないって感じだね。うわ、そりゃそうだ、いたもん、いたの分かったけど、もしかしたらペルシならと思っちゃって、ディフェンスすり抜けんじゃねえのかみたいな。それはさすがにないよね。あんまた、ボールをコントロールする。さあフリーだ。いやこぼれてる。うわ、微妙なことする。いや何してんの。自分で持っていく。抜けてくる。オッケー、いや、ボールはやべえ。ゴール、アヤックス。何してんの。勝てないんじゃない、これもしかして。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。マンチェスターユナイテッドとしてはまずこの選手にマークをつかなければっていうのは分かってたと思うんですけどね。そうですね、ちょっと捕まえられませんでしたね、はい、悔しいでしょうね。無理してさ、ファンペルシー行っちゃうの。もう、あ、ファンペルシーあそこいると思ったら出しちゃうんだよね。こうやっぱファンペルシーをね、ようやく手に入れた喜びっていうのが爆発しすぎちゃってる。力になってますからね。いらないんだから、もう焦っちゃうのこっちも。狙える。早いんだよね。後半20分を経過しました。急いでんだよ。こんなに無理なプレーしてないようでもしてんだよね。欲しいんですよね。だったらもっと高い位置からプレスをかけるべきでしょうね。そうですね。そうだよ。そしたらもう、ああ、ちょっと、フッキちゃん。そんな。これは奪い返します。いや、オッケーじゃない。ノーオッケー。ノーオッケーだ。マンチェスターユナイテッド、後半に入り、1点のリードを追うという状況です。裏に味方を走らせる。オッケーオッケーオッケー。ヘドロ。オッケーオッケーオッケー。ファンペルシー。そうだそうだそうだ。ファンペルシーへ渡り、そうだそうだ。さあ自分で行くか。いやマジか。おお、勝った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 。よし、あ、嘘、シュートコースがなかったですね。最後の最後で足出てくるな、このチームは。
コンピューターなんかやらかしてんだろお前、手伝ってんじゃないのコンピューターが。そんなことないか。ナイス。ディフェンスのね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。32分経過、後半です。いや、そっち行く、なかなか思うようにいかないようにも見えます。ちょんちょんでお願いよ。いや厳しいですけど、なんか変化を起こさないと終わりですからね、はい、アグレッシブにゴールに向かってほしいですね。そうですね。いや、遠いな、怪しいなと思ったよ。さあ、ルイス・スワレス。よし。いやいやいや。切り返して。さあ、抜けてきた。ボールがこぼれる。よし。いやー、もう。アヤックスとしては、もう少し攻撃に人数をかけたいところでしたね。そうですね。すべてあっちのボール。なかったですからね。よし。もう何なんだ、このチームは。ペルシュが入って舞い上がってんじゃないか、お前ら。オッケー。残り5分を切っています。きつ。これをカットします。オッケー、よかった。早くしろブッフォン、早くブッフォン、時間ないよ。アルダ・トゥーラン。オッケー、ペドロ。つなぎたいですね、ここね。ペドロからファンペルシー、ファンペルシー、真ん中行っちゃったよ。ペルシが来た、喜べ。これ完全にペルシが入った悪い方に出てるわ、デメリットが出てるわ。この細かいパス回し。ああ、ここで笛ですか。バカだれ、負けちゃった。ペルシの2点で非常に拮抗した試合展開だったんですが、惜しくもダメだね。みんながいてペルシがいるっていうのを考えないと。ペルシがいてみんながいるじゃなくて、みんながいてペルシがいる、そう考えていきたいと思っております。頑張れちゃまくん。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。レートもドカンと下がって、ちゃまくん残念。パラッパラッパッパッパ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。